はい、どうもこんにちは、枝ぽよです。広島県福山市総光寺から参りました枝広教授と申します。総光寺の住職をさせていただくとともに、仏教エンタメ大臣という YouTube チャンネルを運営させていただいております。ということで、分かりやすく伝わる伝道とはということで、常日頃から私が考えている、私の考えというのをお話しさせてもらおうかなと思います。楽にお付き合いをいただけたらなと思います。まずですね、3つに分けて解説したいなと思います。分かりやすくと伝わると伝道と、この3つに分けて私がどのように考えているかお話しさせていただきたいなと思います。まず伝道とはというところから話をしたいなと思います。伝道とは私の歩む仏道をお伝えするということであります。でこれ大切なのは私の歩む仏道であるということですね。つまり私が歩んでいる、私が信仰している仏道であるということです。ですので私の信仰がなければ伝道というのは成立しません。信じてない、やっていない、信仰していないけれどもこういう話ですよっていうのは伝道ではないということですね。私はこのようにいただいております、私はこのように信仰させていただいておりますというのが伝道であろうかと思います。これは昔から言われていることでありますけれども、禅道大師の往生来さんというお書物の中に自身教人心というお言葉が紹介してあります。阿弥陀仏の本願の救いを自分も信じ他人にも信を進めることということでありまして、伝道といった時にはですね、教人心の話ばっかしあるんですよ。教人心の話は、どのように教えを伝えるかっていう話ばっかしあるんですけど、大切なのはやっぱり自身だろうなと、自らが信仰しているということだろうと思います。ですがこうちょっと複雑な構造になっておりまして、自身教人心はこのように、お言葉が続いてまいります。自ら信じ人を教えて信ぜしむること、敵が中にうたたさらに形し、大悲をもって伝えてあまねく消するは誠に仏頓を奉ずるになる。このように文章続いていくんですけども、親鸞聖人はですね、ここ大悲伝武芸の部分、ここの部分ですね、実は引用なさらないんですよ。厳密に言うと違うところを引用なさっておられるというのはですね、禅道大師の往生来さんは大悲伝武芸と出ておりますけれども、親鸞聖人は智照法師の中所経来賛義というところを引用なさるんです。ほぼ同じ文章なんですが、この伝えるという文字一文字だけが広い、広まるという字に変えられております。親鸞聖人はご自身の著書に2箇所往生来さんのこの御文を引用なさるんですけれども、どちらも智照法師の文章の方を引用なさいます。これ何が違うのかということなんですが、大悲伝武芸、この伝えるというところですね、私が大悲を伝えあまねく契約するということですね。私が仏様の大悲をお伝えさせていただくんだという主体が私なんでありますけれども、広いという字がついた方はですね、大悲が広くあまねく契約する、つまり私がじゃないですね、大悲が広くあまねく契約してくださるんだ。でこの大悲というのは如来の働きのことでございます。ですから私が如来の働きを伝えるんではない、如来の働きそのものが広くあまねく契約しているんだ、経を消し利益を届けているということですね。契約っていうのは、伝道とはというのは私の歩む仏道をお伝えするということなんですけれども、ことなんですが、私がお伝えするのではない、仏様の大悲の働きそのものが教えを広めていくのだと、私が信仰しお伝えするという、そのような形になっているんですね。これがないと伝道にはならないっていうのが私どもの答えじゃなかろうかなと思います。だから私が伝えるんじゃないですよ、大悲が勝手に働くんですよと何もせんかったら私は何の役にも立ちませんので、そのように信仰させていただきお伝えをするということなんだろうと、それが伝道だと思っております。次に伝わるなんでございますが、ここからは完全に私の持論です。伝わるっていうのは関係性と時間がとても大切だと私は考えております。関係性と時間とても大切です。仲良くなって一緒にいる時間が長いと、なんとなく相手の気持ちが分かってくる、こういうもんじゃないかなと思うんですよ。伝わるっていうのはね、一緒にいるっていうことです。それがとっても大切じゃないかなと思うんですね。伝える伝道から伝わる伝道へって、ここ数年うちの宗派では標語のように使われる言葉がありますけれども、このね、伝える伝道から伝わる伝道へちゃんと説明するお坊さんはまだこのように一人もいないんですね。私がその第一人になろうと思いますけれども、これもう少し分かりやすくお伝えするならば、伝える伝道っていうのは関係性を考慮せず短時間で教えを説くということです。ちょっとちょっとあなた聞いてよと、何万打仏はね、如来様がおられる証拠ですよとかって言うんです。はぁーということです。これがね、伝える伝道です。これ関係性がね、考慮されてないんですね。で、伝わる伝道っていうのは関係性を大切にして長く付き合っていくということでございます。そこに伝わるということが初めて、付属されていくんじゃないかなと私は考えております。でこれはお寺が元来してきたことです。長いお付き合いの中で御門徒様、お檀家様とお付き合いをずっと続けてきた、10年、20年、30年、1代、2代、3代、4代と
長いお付き合いの中でこの教えが伝わってきた、それが大切なんじゃないかなと私は考えております。伝わるとはですね、関係性と時間がとても大切でありまして、それは仲良くなるという意識と環境づくりが大切です。お坊さんはですね、教えを伝えたいんだったらね、まず仲良くならなくちゃいけないです。仲良くなりましょうよっていう方でございます。伝わることにおいてはね、何を話すかではなくて誰が話すかっていうことが大きいと思います。本を開けば正しい話はいくらでもあります。でもその本の内容ね、誰が話してくれるかっていうことが大切なんです。自分の仲のいいお坊さんが目の前にいて、ちょっと話聞いてもらえんかなって、仲のいいお坊さんが話してくれたらね、はぁはぁはぁって伝わっていくんじゃないかなと思っております。私はこのおときの席っていうのがね、最も大切じゃないかなと日頃の本部では思っております。法事の後の食事の席のことですけどね、私ね、このおときの席でこそ本領発揮してるんですね。もうおときの席になったらワントーン声が上がりましてね、どうもいただきます、ありがとうございます、ほら美味しいですねとか言ってですね、人の3倍ぐらい食べますんで、じいちゃんまじゃ食べれんと食べますよってですね、いただいております。だこういう席をですね、多分大切にしなくちゃいけないんじゃないかなと私は思っております。こんなこともやっております。坊主スナック煩悩寺、毎月一度ですね、実際のスナックを貸し切りまして、袈裟姿のお坊さんが接客するスナックというのをやっております。これ実は明日また広島であるんですけれども、毎月第4日曜日にやっております。明日で10回目になりますね。でこの坊主スナック煩悩寺は教えを説くことを目的としているものではありません。関係性を築かせてもらう、お近づきにならせていただくということを大切にして開催しているものであります。はい、で次にはですね、分かりやすく、3つ目です。分かりやすくってのはどういう意味なのかっていうお話をさせてもらおうかなと思います。分かりやすくっていうのはね、正確に丁寧に間違いなくを諦めて、言葉数を少なくすることです。これがね、分かりやすくっていうことです。これは、ね、とっても大切なことですよ。大切なこと、例えば阿弥陀経って何ですかって聞かれたらどう答えるか、それはこう答えます。阿弥陀経は大乗仏教の聖典の一つ、現代はスカーバティビフューガって、極楽の将軍幸あるところの美しい風景の意味でうんぬんかんぬんと。大体ですね、十中八九お坊さんはこう答えますよ。阿弥陀経はこういうものですよと答えます。でもね、こんなこと言われてもはーってなるんですよ。はーってなる。だからね、阿弥陀経って何ですかって聞かれましたらね、それは阿弥陀如来という仏様のことが説かれているお経ですよって、そう答えたらいいと思うんです。でもね、あんまりこう答えたくない。なぜお坊さん小難しく話すのか言いましたらね、ただね、簡単なんです。言葉足らずを突っ込まれたくないんです。それは言葉が足らんでしょう、それはちょっと間違ってますよでね、言われたくないんです。だからこれも潰しとかにはいかん、これも潰しとかにはいかん、これも潰しとかないかんって言ったらね、どん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 文字数長くなりましてね、小難しい話が続いてまいるんですね。突っ込みどころがないように丁寧にすればするだけ内容は増えていき、結果的に分かりにくくなるということであります。だいたい突っ込みを入れるのは同業者です。同業者、もしくはなんちゃってクロートっていう方がね、ツッコミを入れてきます。だからネット上で発信したくないお坊さんっていうのはね、ツッコミを入れられたくないから発信したくないんです。あとね、賢く思われたいというのがありますね。賢く思われたい、分かりやすいというのはね、レベルが低いというふうに思われましてね、難しいことを知っていると思われたいから分かりやすく端的に言わないんですね。私はこれも知ってますよ、これも知ってますよ、こんな下調べもしてますよということをね、表に出したい。出さんでいいやないかと思うんですけどね、勝手に調べときゃいいんですけどね、賢いと思われたいということです。だから坊さんは話が長いということになってまいります。さらにあんま良くないんじゃないかなと思うんですね。ツッコミを恐れず、小バカにされることを許容して、コンパクトな言葉に置き換えると、これがね、分かりやすくするということにとっても大切な姿勢だと思っております。分かりやすくとは、その道の入り口であり、ご縁作りの手立ての一つです。多くを求めず、受け取りやすいものに留めておく努力がとても大切です。だから私の話をばっかりしても仕方ないんですけど、受け取りやすいものを用意するという努力が大切かなと思います。これですね、私の YouTube チャンネルに上げさせてもらっている動画なんですけど、他力本願とか信心とか念仏とかね、悪人正気っていう動画作らせてもらってますけれども、どれも10分程度の動画です。10分で話してくださいって言われたらね、当然ね、言葉足らずになるんです。言葉足らずになります。その言葉足らずを指摘するツッコミがたくさん入ります。でもね、それ以上に喜んでくださる方がたくさんおられます。ですから、そのツッコミを恐れずに、言葉を短くして見やすいものにまとめていくっていう、まあ、そういった姿勢が必要かなと思っております。まとめです。分かりやすく伝わる伝道とは、1、自身の信仰をまず大切にするということです。で、2、仲良くなる環境づくりというのをしましょう。仲良くなりましょう。そして話はコンパクトにまとめましょうと。これがですね、分かりやすく伝わる伝道ではないかなと私は考えております。最後に、法話のど自慢世界大会、実は去年の10月16日にですね、
法話のど自慢世界大会という大会が行われました。これはお坊さんが法話をした後にカラオケを歌うという、そしてグランプリを決めるという新しい取り組みの大会になっております。前回大会は5人のお坊さんが出場しまして、世界一をかけて競い合ったわけであります。それがなんと来年1月21日の日曜日、築地本願寺にて開催が決定しておりますので、ぜひ皆様お参りいただきましたら幸いでございます。聴覚伝導の最高峰をぜひ体感してくださいということでございます。ご清聴ありがとうございました。なんか